はい、9月24日朝4時31分の相場解説になります。昨日おとといとお伝えした動画、そしてその記録をね、見ていただければと思いますけども、アナリストさんは売りが先行する、売りが進むというふうな話でしたけども、私もそれにね、同意しないでもないんですけども、まあアナリストさんが言う通りにやって勝てるんだったらこんなに楽なことはないんですよ。そのアナリストさんの見解も、まあもちろん参考にしながら自分の考えを作っていくってことが大事なんですよね。それでは私は今回ね、一つの私の仮説としては V の字が左右対称に行われるというふうな話をしておりました。今日はどうだったか見てみましょう。実はね、答えから言うと、この V の字左右対称が実現してるんですよ。これまたしてもですよ、これね、毎回こうなるんですよね。ちょっと見てみましょうか。じゃあ画面切り替えます。はい、これが週足なんですけども、週足の一番、右側の2本見てみましょうか。これです。赤いのと青いのがありますよね。赤い陽線は下髭を出して、要するに上に向かう意思を示して、週足で上昇大陽線を作ってます。その1個前は大陰線ですよね。大陰線がぐーっと伸びて、下の方に髭が出て、大陰線の終わりを示唆してるわけなんですよね。で、移動平均線は下の方に展開されてます。だから週足ではね、やっぱり売り目線なんですよ。売り目線なんですけども、ただね、売り目線の中にも上下上下上下でだんだん下に来てるってことですよね。で、プラスね、もう一個警戒しなければならないのが、週足についてはここなんですよ。ここね、ここに当たると上に跳ねるよっていうのが、今回も生きてくるのかどうかです。今のところ上に行ってますんで、これが継続的に上昇して全体的にこういう流れを作るのかどうかってことを、ちょっと週足では考えておかなくちゃいけないかなっていうところですね。ではデイリーの方見ていきますよ。はい、日足なんですが、これは全体的には右肩下がりですよね。以前お話した、ここに逆 V の字があって、ここに逆 V の字があって、ここにも逆 V の字があって、だんだん小さくなりながらこちらの方向に反れてますよね。ここにも逆 V の字ですよ。ここはクレバスというやつですね。で、ここにもう一回 V の字ができるってことなんですよ。この上 V の字、下 V の字を作りながら右肩下がりになっているのが日足の正体なんですよね。で、全体的には右肩下がりな流れの中にも必ず上昇しているポイントがあるわけですよ。それを取っていこうって話です。ですので、これからこうなってきて、そこそこ上がって、こことね、一致しないまで上がってきて、またこういうふうに右肩下がりを形成しながら、進んでいくのかなっていうふうに私考えてますね。全体的にはここまで分かりますかね。分かりやすい言葉で、分かりやすい順番で伝えてるつもりなんですが、じゃあ4時間ですよ。4時間ダウンライン、あ、ダウンラインじゃない、すいません、ずっとね、売りの流れが来ていて、この下髭で止まったわけじゃないですか。ここをきっかけにして上昇に向かうわけなんですけども、左右対称ね、 N 字 N 字で下がってきて、 N 字 N 字で上がっていきますよ。わかります？これが N ですよ。もうここがこういうふうにね、 N 字で N 字で上がってるわけですよ。ですので、押し目を捉えながら全体的には上昇だ、ずっと買いでいけばいいんですよ。買いでいって、一旦売りの方にね、押し目が入っちゃったなと思っても、放置しとけばまた取り戻せるんですよね。わかりますかね。こっちと左右対称ですよ。こっちは N 字でどんどん下がってきましたからね。もう懐かしいですね。もうつい最近のことですよ。1週間とか2週間前、ずっと売りで取りましょうって言ってましたよね。操作トップはここです。ずっと買いで取りましょう、買いで取りましょう、買いで取りましょうって言って、ここはちょっと分かんないですねってところがこれです。で、その後もう売り行きましょうって感じで、あとは雪崩が落ちるように、ナイフが滑り落ちるように売りしか私は言ってません。止まるまで売りだと言ってまして、止まったんで、一部ね、ロスカットもあったと思いますけど、ロスカットされた方もいると思いますけども、転換したんで、ずっと買いに入ればいいんだということで、今買いって言ってますよね。で、最後1時間足を見るとどうですか。左右対称が完成してるでしょ。 N 字を着て、 N 字を着て下がってるわけですよ。 N 字を着て高値が切り下がって、安値が切り下がっていると、今度は逆に高値が切り上がって安値が切り上がっているという逆の N 字の理論ですね。で、ここではこうやって左右対称に進むわけですよ。
はい、いかがだったでしょうか。いつも同じ現象で相場が動いていることをお分かりいただけたんじゃないですかね。これはいつの相場と一緒だ、まあ何月何日ってことじゃないですよ。あの時に出たこれじゃないのかなっていうことが、だいたい最初の 30%50% のテクニカルチャートを見たその図形の中で分かるわけなんですよ。あ、これはおそらくこのパターンで後半推移するなと、今度はこれはこのパターンでいくなって考えるわけですね。で、逆にそうならなかった時どうするっていう時のためにロスカットラインを引くんですよ。だからロスカットに当たると今までの仮説をもう一回見直してね、新しい仮説を立てるというステップに入っていくということになります。いかがだでしょうかね。まだしばらく買いで取っていきますよ、うん、この買いの波が終わったらロスカットにかかりますから分かるんですよ。で、ロスカットにかかったら戦術を変えていって、今度は売り戦略になると思いますけども、横ばいが入る可能性があります、レンジが。だからすぐにはエントリーせずに様子を見ていきます。見るのも相場ですっていうような言葉が出てくるんですよ。この4年間ずっとこのパターンですね。今回もしっかりと稼げたと思いますし、まだまだね、今月は時間がありますんで取っていけると思います。今日が24日でしょ。24日ですね。早いですね。9月終わっちゃいますよ。あと10、11、12、3ヶ月しかないです。今年1年どうだったですか。しっかり稼ぎました。私は来月中に1000万円をクリアすると思います。私のね、私の実績はですよ。1000万クリアして、FX の相場解説始めて4年目で年収1000万を FX だけで超えることになります。他のビジネスも結構ありますからね。もう全てが育ってきて全部がプラスになっていくと、一つのビジネスが単純に FX だけで1000万稼ぐとするじゃないですか。他のが、まあ、6個やってるんですけども、それぞれ1000万だったら、1000万じゃないですけどね、もし全部が1000万だったら年収7000万ですよ。すごいっすね、これは。いや、興奮してきましたね。と言っても FX がやっとね1000万の大台に乗っただけですんで、なんとも言えませんし、ビジネスによってはね、これから転落するかもしれませんしね、身を引き締めていかないといけないなと思います。まあ、YouTube はこれからもどんどんやっていきますので、これからもお楽しみに。それでは失礼します。